One, two, three, kick it.映画でモテるための僕モテマガジン、サリとって書くだけじゃなく喋りだって肝心ならば僕モテクルーが遠くで発信 We are 僕モテレディオレディオボリューム269。よいしょよいしょよいしょ。こんにちは、私が司会を務めますラッパーの上杉学習と申します。そして俳優の小牧隆介でございます。俳優の亀田梨沙でございます。はい、この3人で行ってみましょう、今宵も。ポッドキャストの方にリニューアル、あ、ポッドキャストじゃない、YouTube の方にリニューアル、2回目でございますか。2回目になりますね。隔週になったので、ちょっと1週間お久しぶりです。そうですね、今年はまず一発目、トラさんの新しいの語りまして、そうですね、正月映画で、今週お題は、はい、今泉力也監督の、はい、メロン、イエーイ、メロン、メロン、メロン、はい、恋愛映画、はい、こちらを、まあ、語っていくんですけど、はい、まあ、冒頭ね、僕たちは改めまして、入江優という映画監督の、名のもとに集った、はいはい、俳優とかラッパーとか、はいはい、で、まあ、メルマガやってますけどね、はい、僕らのモテるための映画宣伝ってメルマガで毎週原稿書いてますけど、まあ、そんなことよりですね、本日1月24日ですか？そうですね。1月24日ということは、ちょうどあと1週間後に AI 崩壊公開いたします。よいしょー、あと1週間おめでとうございます。すごいね、もう1週間で。ドキドキする。さっき亀田梨沙さんも言ってましたけど、入江優監督の SNS をチェックすると面白いですよ。もう気持ちが漏れちゃって、もうやばいやばいっすね。情緒がでもそう、でもね、もう本当に言ってた、オリジナル脚本で、はい、この規模の大作、公開1週間前の監督の気持ちはこうだっていう。あ、確かにね、そりゃそうですよ。プレッシャーで押しつぶされそう。そりゃそうよね。そんなことないじゃん、俺ら。ある？細かいとこなさそうだね、プレッシャーで押しつぶされる現場とか。あんまないです。なかった。はい。ただ、ちょっと、例えばね、うん、ほら、そのプレッシャーに押しつぶされるとまだいかなくてもさ、舞台の初日とか緊張するじゃない。あ、しますします。でも映画は違うのはさ、もうできてるでしょ。そうなの、そうなの。もう完成してるじゃない。もうどうにもならない。そうなのよ。でもね、もちろんプロモーションだったりとかね、入江監督は今週のね、メルマガの原稿でも書いてましたけどね、はい、相変わらずずっとチラシを配ってるっていう。だからそれもさ、落ち着かせるためだったりするんだろうね、うんうん、何か少しでもやってないと、ギャングースの時もそうでしたね、 YouTube 動画作ってっていう、ね、残り1週間なの で金曜日から、全国公開で、はい、今ちょっとずつ各所の映画館の時間が発表されつつあります。ほら、東京はなんか今ちらっと映画のとこも見たらまだなんですけど、千葉とかいくつかの映画館はもう時間増えてましたね。早い。まあよくある感じの対策の、午前中2本かかって午後3、4本かかる、うん、まあ対策仕様も1日5、6回かかるという、そうなんですよ。しかもスクリーンも大きいでしょうね。いや大きい方がいい。できればね、大きいところで見たいです、うん、そうで、まあ亀田梨沙はもう出演してますので、はい、もう見てるということで、はい、私と白秋と小牧根くんはまだ見てないという。まだ未見です。いや他ほんとテレビでもね、 CM とか関係増えてますし、ね、僕は最近ほらカラオケボックスで撮ってるじゃないですか、うん、最近ね、ダムでもね、予告編と、あとそれから、大沢隆夫さんと、かっけんとくんと、ガンちゃん、岩田隆夫さんの3人のコメントが流れてたりとかする。あ、ダムの画面にね。はい、結構目にする回数多くなりました。何気なくね、スマホでネットしてると普通に広告出るし。テレビでもね、ガンガン流れてますから。すごいですけど、まあ、僕らはね、アホな顔して見に行きゃいいんですけど、監督と一緒がどうぞご無事で。そうですよ。で、それに合わせて僕らのモテるための映画宣伝、いつも新作映画に合わせてね、監督の映画に合わせてイベントやってますけど、はい、2月8日、はい、改めましてね、新宿ロフトプラスワンで、はい、ネタバレありで崩壊を監督自らと語る会。はい、すげえ会。で、っていうのありますので、前売り2500円で改めて安いなと思って。ちょっとずーっとこの値段設定にしてたんだけど、安いなと思いつつも。新宿のロフトプラスワンって言ったらね、はい、目の前が東宝、新宿のね、東宝ですからね。ゴジラビルの。あそこでも AI 崩壊ね。もちろんやるでしょ。もちろん。予告編もずっと流れてますよ。で、まあ僕とカメラリサは
登壇しまして、小牧根くんは地方にいる、ね。私はですね、ちょっとあの、今週末から宮崎の方へ、はい、1ヶ月ほど行ってまいります。まあまあ、そんな感じでね、1月末から2月の頭にかけては、一緒にエアホーを楽しもう。皆さんぜひよろしくお願いします。はい。お願いします。じゃあ、簡単になんか、枕ですけど、映画のメルマガ振り返ったりしてんだっけ、最近。あの、メルマガですね、あの、ざっくり振り返ったりしますよ。振り返りますかね。どんな映画を僕たちは語ってるのかっていうのを簡単にちょっと行きましょうか。そうですね。一応ですね、はい、メルマガのはですね、タイトル行きましょうか。ボリュームがですね、はい、358号ですよ。やっとるやっとる。AI 崩壊、公開直前。はい。あとですね、はい、フォード VS フェラーリに涙こう。いやー、本当に。ということで、あれ、フォード VS フェラーリ、俺もまだ見れてないんですけど。見ました。見たの、もう。あの、神がレビュー間に合ったんだっけ？いえ、レビュー間に合わなくて。火曜日か水曜日に見に行きました。あれさ、みんな見てる人、心の栄養みたいなこと言うからね。もう、本当に、本当に。執筆陣では、入江監督。はい。それから、佐藤圭一郎さん。はい。画伯がね。はい。今週は、はい。一コマ絵でね、描いてくれてましたね。あのね、えらい評判がいい。これは本当に。本当にね、大変。だからもう AI 崩壊始まる前に、そう。いろんな諸々ね、片付けとかなきゃいけないわけ。渋滞がひどくて今。いや、そうなのよ。本当に。うん、で、あとは、例えば、俺はね、来たよ、太陽の家よ、太陽の家。ああ、長渕剛さん主演よ。すごい気になるよね。二十何年ぶりでしょ？二十何年ぶりの映画主演作ですね。すごいな。めちゃくちゃ面白かった。っていうのもね、俺がやっぱ長渕さんのファンだからってなと思うんだけどね。いいところが出てます。いいところが出てるね。長渕さんって前提があるから、もろもろをすっ飛ばしてね、はい、いけるっていうね。なかなかさ、長渕剛クラスの人間がいないじゃん、うん、まず。いや、そうなんですよ。このね、人間っていうのはやっぱりね、大事ですよ。大事やね。トラさんしかり。そう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 。だからね、ちょっとね、トラさんみたいな前提が入ってるから、そう。だったりするから、なかなかさ、そういう俳優さんってね、いないと思いますね。世界的にもいないよね。で、ナムシの結構演技うまいんで、うまいっていうか、なんていうのかな。すごい、自分の言葉で喋るのが上手い人なんですよ。ああ、いい話。いい、そういう人好き。俺だってね、忘れもしない。人生初めてテレビドラマで泣いた記憶は、トンボの最終回だ。ああ、トンボの最終回。知ってる？知ってますよ。血を流しながらね。電話ボックスで。歩道を歩きながら、倒れちゃうんだけど、倒れてもタバコを吸ってね、加えるんですよね。それが最高にかっこよくて、泣いちゃった記憶が小学生。いい俳優ですよね。俺はね、連載で、ちらっと触れたんだけどね、あの、親子ゲームっていうね、ドラマがあってね、それが、今回の太陽の家の設定、ちょっと似てるの。血は繋がってないんだけど、幼い子供を、まあ、引き取ってみたいな感じで、で、長渕剛さんとね、あと、今の奥さん、志保美悦子さんが、ラーメン屋二人でやってんの。彼氏と彼女で。元暴走族の。そのまんまじゃねえか。で、あの、男の子とお父さん来て、お父さんがちょっと、タバコ買ってくるって言って出てったっきり帰ってこないっていう、ね。で、その子供を生き取ることになるって話なんだけど。いいね。設定がもう昭和。まあ、あの、太陽の家ね、よかったら、はい。そうとか。で、僕はあの、ジョジョラビット。うわー、気になる。見ましたよ。まだ見てない。いいよね。いい。あのね。いいのよ。いいの。やっぱりアカデミー賞、最優秀。俺はなんかね、いや、なんかね、俺は、結構前半、ハテナだったの。意外と、そんなにテンポは良くないの。ただね、後半の多幸感たるやっていうか、後半の力がすごい。でもね、そう。これちょっとガチ話か、目の終わった後に、ちょっと、あのね、ちょっと話したい。ちょっと話したい。そうそう。で、亀井さんは原稿何やったっけ今週は。あ、いや、今週はですね、あの、ラストレターです。ラストレター。ラストレター。ラストレター。監督の、はい、見てます。買い見に行ってますね。しっかり押さえております。などなどね、新作1月やっぱ多いので、みんないろんな原稿書いてますので、メルマガの一応有料になっちゃうんですけどね、あの登録初月無料ですので、まあ2月に入ったぐらいからでもいいんですけど、そうですよ、もう AI 崩壊のね、裏話もいろいろ多分ね、多分2月の頭は全員で AI 崩壊語るんだと思うよ。語る回になる。あの、僕ら月の頭は特集部やってるじゃないですか。2月の初週の特集部はもう全員 AI 崩壊。これも決まりでしょうね。いい確定から。まあ1ヶ月無料でお試しを見だけでもね、いいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
じゃあ、本編行きましょう。今週のモテムービーは何だということで、今週は、冒頭も言いましたが、今泉力也監督のメロ、はい、こちらを語ります。はい、どんな映画か、一応小牧にざっくりと、ですね、あらすじお願いしていいですか。今泉力也監督によるですね、はい、主演が田中圭さん、はい、はい、田中圭君が主演の恋愛群像劇、うん、群像劇なんですかね。そうです、はい、あ、そうなんです、ね、あ、そう、小牧だけ見れてないんですか。そうなんですよ、私は見れてないんですよ。これはオリジナルですね。オリジナルです、はい、素晴らしいですね、はい、というような映画なんですが、はい、ちょっと見てみましょうか、はい。まあ、ざっくりね、今泉力也監督で言うと、多分このラジオも過去で何作か語ってますよね。はい、愛がなんだ。はい。あと、愛にくらいなふともじーく。はい。まあ、去年の2本かな、はい、を語っていますよね。はい。で、愛がなんだは結構去年は傑作認定ね、うん、方法で。去年の今頃じゃん、愛がなんだなんて。あ、そうでしたっけ？年末年始ぐらいの映画だったんですよ。違うっけ？あれそんぐらい？いや、本当にちょうど1年、ちょうど1年ぐらいだと思うけどね。本当に、制作本数がすごい。そうです。あ、4月です。春でした。すいません。春で、この今泉力也監督ね、はい、といえばね、僕らで言うと、入江優監督、ギャングスで、はい、やべえ役で、ちょい役で出てるんですけど、出ていただいてますね。ぜひね、お顔を知らない方は、はい、検索してもしてほしいんですけど、昭和の長髪、昭和感のあるロン毛、はい、プラスヒゲボーボー、はい、ガリガリ、はい、猫背、猫背、はい、よもや恋愛映画の主と呼ばれるようとは失礼ながら、思えない見た目なんでございますよ。はい、僕も何度かですね、はい、他の映画を、まあ映画何度終わったぐらいかな、うん、新宿のテアトル新宿でいるとですね、なんかパジャマみたいな人が、うん、階段の上に立ってですね、ありがとうございましたって言ってるんですよ、うん、まあ、それが今泉力也監督なんですけど絶対誰も気づいてねえだろみたいなまあまあすいません、見た目の話は置いといて、でも、結果としてね、2019年、特に愛がなんだ以降ですかね、はい、もう恋愛映画の新しい機種として、はい、ガンガン映画を撮っているという、はい、そしてちらりといろいろ噂では聞いてますけど、うん、今年もすごいらしいですよ、制作本数が予定されてる。もうすぐヒズっていうのがありますし、予告編出てますし、で来年もあの頃っていうのが決まってるし、はい、本当に今、ね、いっぱい作られてる監督ですけど、うん、何なんですかね、いわゆる恋愛映画って一括りにすると、うん、いろいろあるじゃないですか、まあ、キラキラ系とか、うん、まあそうです、若い子のキラキラ系とかが、はい、まあ、日本だと多いイメージかな、うん、10代のね、はい、でも今泉監督の恋愛映画はこんなダメなおっさん僕小牧根ぐらいも楽しめることが多くないですか。あ、でもそれはね、わかります、うん、それは多分あれでしょうね、なんかちゃんと人をバカみたいな言い方でしょ、ちゃんと人を描いてるっていう。そうなんです、うんうんうん、なんかね、まあこの後この映画の、メロの話しますけど、はい、もう個人的になんかそのこんな恋愛したいっていう夢みたいな恋愛映画がキラキラ系じゃないですか。まあ、そうですよ。本当はないけど、うん、まあ、あるのかもしれないけど、ほとんどないけど、少女漫画的なね、フィクションが強いさ、うん、まあ、壁ドンとかさ、うん、ざっくり言うけど、うん、と違って、うん、全然夢じゃない、うん、超地に足のついた人間の延長線上の恋愛があるからかの面白い気がする、うん。まあそうですよね。うんうんうん、そのね、今、現在、その各個人のさ、うんうん、恋愛に対して思ってることってみんなバラバラだけど、バラバラ、でもみんな生活はしてるわけだから、でやっぱりね、生活が描かれてるっていうのは、うん、すごくね、いいですよね。特に愛がなんだ、そんな感じだったよね。そうですね。すごくその、あ、ないけどあるみたいな。そう、ないけどある。そうそうそう、あったはず、よくこの時に言うけど、俺たちには絶対なかったけど、あった気がすごくする。そうそう。あの4畳半はとか、あの狭い部屋はとか、あった気がすごくする、手触りがすげえ上手な監督になって。あったらあったで、ものすごい刺さるし。刺さるしね。そうそう。で、なんか、で、多分その、多様な描き方をするから、うん、自分にボール取ってきやすいよね。あ、うん、俺こいつだなみたいな。うんうんうん。感情移入しやすい人物がいるんだよね。拾いやすいことが多くて。うん、で、アイニン・クレイネ・ナフトムジークはまたもうちょっと違うテンションだけど、あれもなんかまたね、変な感じで。あれは結婚のね、結婚をベースにした恋愛画でしたけど。うんうん、この先あるかもしれないやだなーとか、いいなーってどっちもあるっていうのがまあいい感じで。うんうん、あ、そう、それでね、はい、俺今回ちょっとまだ見れてないんだけど、はい、気になるところは、うん、
聞きたいのはね、はい、愛がなんだもう、はい、アイネクライネ、中島ムジック、はい、あの、原作もの、うん、じゃないですか、はい。で、今回オリジナルでしょ、うはい、うん、今泉監督が。はい、だその辺がね、どうだったのかっていうのはちょっと聞きたいところでございます。はい。行きましょう。まあ、ざっくりじゃ見てない人に伝えるように、はい、まあ、映画のざっくりとしてもう少し全体像ね。田中圭さん主人公ですよ。はい。30歳ぐらいの設定かな。一人で花屋さんをね。あ、そう、お花屋さんなんですね。はい。営んでまして。夏目さんっていう。そう、夏目さんって名字。夏目さんって呼ばれてる。で、一人身なんですね。うん。で、そこにいろんなお客さん来るんですよ。花屋ってこう、近くのお店に置いたりとか。はいはい。あ、まあそうですね。定期的に買いに来たりとか。はい。あるじゃないですか。でも一つ重要なのがラーメン屋さんがあって。はい。若い女の子がやってるんですよ。うん。でも、両親が死んでしまって、まあ、半ば、しょうがなく継いで、まだ24、5歳、24歳ぐらいの女の子が、お父さんがやってた汚ね町中華を継いでラーメン屋をやってます。なるほど。で、夏目さんはそのお父さんの時から交流があったみたいで、なんで毎週とかに多分、仏壇の花を買いに行って、で、ラーメンも食べて、仲いいご近所さん。はいはい。で、もう一つ、近くに美容室があって、で、美容室にも、美容室って花を置いたりするじゃないですか。うん。そこにも定期的に行ったりとか。うん。で、もう一つ、とある一軒家があるんですね。ここが友坂理恵さんと、斎藤洋一郎さんの夫婦。はい。ああ、斎藤さん。おそらく子供はいないんですけど。で、ここにも花を定期的に届けて、玄関の花とか。はい。で、まあ、いくつかその花を、花屋をハブにした、ああ、なるほど。コミュニティがあるわけですよ。町は、ほんと町の、そうそうそう。地元の話って感じ。おそらくね、あれ、中華屋で俺、どこか知ってんすよ、モデルになった中華。あれ、浅草です。浅草の、あれ、中華太陽ですね。やばい。どう見たことあんだっていう、浅草のもう北の端の方にある。それでピンとくるのすごい。中華があって、まあまあ、そんな、で、川沿いを歩いたりね、あれ、隅田川何川ですか？あ、隅田川。隅田川沿いを歩いたりもするんですよ。多分浅草系のね、そんなまちまちしてない、ちょっとした町っぽいところである、一応おしゃれな花屋さん、メロー。で、その花屋の名前がメローなんですよ。あ、なるほど。で、そんないろんなね、中華屋さんがあって、女の子やってて、美容室があって、そこで娘さんの高校生がいて、それを昔から知り合いでお花屋さんに遊びに来たりする。中学生か、中3か、ひろみちゃんっていう、ひろこちゃん、ひろみちゃん、どっちかな。ひろみちゃんかな。ひろみちゃんかな。ひろみちゃん遊びに来たりとか。はい。あとは、その高校のまた違う子が、ある人にプレゼントしたくて、で、花を買いに来たんです。はいはいはい。ほんと花屋を中心とした、いろんな、まあ、女性が多いんですけどね。中学生、先輩後輩とか、中華屋の、なんと、中華屋を継いでる若い女の子。お姉さん。キホちゃん。キホちゃんっていう。とかね。あと、まひろ、友坂さんの夫婦とか。まあ、いろいろあって、それぞれが、恋愛をしようとしてんのかな、なんていうかな、あのね、まあ、その、という意味で群像劇なんですよ。まあ、ざっくりそんな。うんうん、で、だから花屋に来て、恋愛の話を相談されたりとか、花屋じゃないとこで相談されるとか、その花を使って告白に行ったりとか、なるほど。みたいなことが、まあ、で、もう一つは、もう一つ組みたいな、あとね、田中圭さんのお姉ちゃんが、お姉ちゃんかな、お姉さん。お姉ちゃんが、さっき引っ越してきて、多分シングルマザーっぽいかな。で、姪っ子がいるんですよ。だから、その、お姉ちゃんの子供、小学生。その女の子も花屋に、ちょっと不登校で、ちょっと今日預かってって言われて、花屋に出入りしてたり。いろんな女子がいる。中学生、小学生、友坂さんみたいなマダムとか、で、お花屋さんみたいな、いわゆる20代の子、みたいなのが、まあ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 、いろいろこう、絡み合っていくという、映画でございます。なるほど。さっきあの、小間切さんが多様性がバラバラになってきてるんだって言ったじゃないですか。本当にあの、なんだろう、恋愛っていうと、なんかこう、男の子が女の子に告白してみたいなのがベタであると思うんですけど、私、すごくなんか新鮮だなと思ったのが、ほぼほぼ女子から告白なんですよ。この映画のね、まず、すげえテーマで、まず告白なの。伝える。告白をするっていうこと。で、それが大体女の子。女の子から、誰かに。もしかして田中さんに。まあいろいろある。いろんなね、告白があるんだなと思って。いろんな伝え方があるんだなと思って。ほとんどね、長回しでね、喋ってんのよ。花屋で、告白の相談とか、実は告白したいんだけど告白できない会話とか、友達に恋愛相談するとか、いろんなタイプの告白未満とか、告白の瞬間とかが、
じゃあ、作品のトーン的には、割と、すごく自然な。自然な感じ。シルトの、前回のその、愛がなんだと、アイネクライネと違うのが、会話のテンポというか、そのなんか手触りみたいなのが、ほんと全然違くって。めちゃめちゃ自然派。なるほど。だからリズム感とかも、あえて全く出さない感じ。超会話劇。超自然な感じ。ただ、これがね、面白い。超面白い。一つさすがにやっぱ恋愛のがあって、うん、そもそも告白って何っていうことになってくると思うの。はいはいはい。まあ俺らもたまに飲みながら話すけど、ええ、付き合うって何とか言いなさい。特にこんな年老いと。いやもう行かなくても本当に。なんかね、好きって何そうそう、よくこういう話するのよ。ちゃんと告白して、じゃあお願いしますって言って付き合うなんて、中学生ぐらいになるよ。そうそう。まあまあ高校生とかじゃないぐらいまで。その先には結婚しかないで、結婚でも契約とか制度とかね。そうそう、あれはね、法律上のね、一応ね。じゃない告白って何っていうことが、いろんな側面で、あるのよ。それがすごく面白くて。で、多分今泉監督の思いが、セリフに超こもってるわけ。それは、いや違うよっていう方向性もあるし、私は告白、こうだからしたいっていうのも、いや違うよって、どっちもいろんな意見になるわけ、相談の時とか。で、まあなんかいくつか、例えばさ、まあ告白ってそう、自分のためにやってないみたいな。って一面もあるじゃない。告白しても別にね、さっきの話じゃないけど、制度に縛られるわけじゃないから、結局相手のこと、相手のことって言ってるけど、それって自分のために言ってるよね、告白ってね。だとしたら言った方がいいよね、とか。それ肯定してくれるんですよ、はいはい。とかね。だから、付き合う付き合わないはじゃなくて、告白するってこと自体に、ちょっと人の成長と意味があるよね、みたいなことがいろんな形で描かれたりもするんだよ。すごい優しい。優しい、すごく。そう。あと、例えばさ、思ってる自分と、自分はこうだと思ってる自分と、思われたい自分と二つあるじゃん。というように、相手にもさ、思われてる自分と、思われたい自分もあるじゃん。その辺もね、微妙にこう、絡んで、で、本当ってないじゃん、別に。本当なんて別に俺が決めることじゃないし、それがさ、人には偉そうに言ってみて、例えば田中さんが、いや、こうした方がいいよって言われたけど、自分がいざそうなると、全然逆のことしちゃうみたいな、人間のなんかその多様なところが、会話の中にあって、で、それがね、小学生の、この小学生の子役がすげえいいのよ。いや、いい、上手。なんか、ほんと超名子役。でね、また名子役って演技の上手さじゃなくて、めちゃくちゃ自然よね。自然でした。あれ何なんでしょうね。結構ちょっと、あれ脚本どこまでみたいな。あ、それもあります。そのアドリブがどこまであるんだろう。田中さんとよくコンビでいるわけ。で、小学生がこう、みんなさ、小学生だからさ、聞いてねえと思って、いろんな話するわけよね、話。全部見てる。そう。全部見てるし、聞いてるし。大人より早く気づくみたいな。なんていう。何ちゃんだろうな。白鳥、玉木。あ、それ、さほちゃん役。白鳥、玉木ちゃん、2010年。1月20日生まれ。この間誕生日でしたね。おめでとうございます。名前言い訳に出てるっぽいですけどね。キャリアはあるんですか?10歳。すごかったです、ほんとに。すごかった。なんかほんとセリフどこまでなんだろうっていう。でね、まぁこんな、いろんな恋愛、いろんな女の子の面白さなんですけど、あとね、出てくる子が全員タイプが違うの。みんな可愛いの。みんな可愛いけど、ジャンルがそれぞれ違う。そう。あ、この子か。白鳥、玉木ちゃんね。アウト&アウトの。アウト&アウト知らない。アウト&アウトは、あれですよ、遠藤憲一さん主演の、ビーアップハイスクールのおなじみの木内和弘さんの。あ、マジですか？ええ。あ、監督作品の。その子ですね。今年の。ああ、すごい。ええ。よかった、確かに。で、そんなさ、年代とか立場が違う恋愛を、いろんな女の子が悩んで告白するみたいな。どう受けるみたいな。ところが花屋と田中さんを中心に回っていくって話で、すっごい面白かった。でね、まあ、コメディでもあるんですよ、結構途中。でも、これが面白いのが、笑っていいか良くないか分かんないところがいいじゃない。もうここ笑ってくださいっていうところは、友坂さんと斉藤洋一郎さんの夫婦が、ちょっと頭おかしいんですよ。頭おかしいというか、ぜひ見てもらいたいんだけど。そう、ここと、ね、夫婦なのね、子供いなくて、でもちょっと、まあ、多少ネタバレだけど、友坂さん家にさ、毎2週間に1回花を届けるの、田中さんは、で、ちょっと好きになっちゃった。ほら、友坂さんが。夏目さんを。ああ、なるほど、友坂さんが。そう。お姉さんがちょっと好きでっていう。って言ってさ、それってさ、
人をはばかる恋に発展しそうじゃん。はいはい。既婚者ですからね。ただこの、このね、友坂さんと斎藤さん夫婦の、うん、この問題の解決の仕方が、うん、おかしいんだ。どうかしてる。これね、ぜひ見てもらいたいけど、ここはそう、ここはもう、会場めっちゃ笑ってたけど、ただね、なくないな、みたいな、うんうんうん。それも正論だったりするというか、うん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 、ちょっと言うと、友坂さんは、まだ田中さんと付き合えるかどうかも、デートも何もしてないのに、うんうん、私好きになっちゃったからもう離婚したいって言うんだよ。旦那さんに告白するんですよ、それこそ。まず、うんうん。ね。すると、その前にあの、美容室でも相談してんだけど、そのさっき出てきた美容室でも私、うん、好きな人ができちゃって別れようと思うのって言った時に、でもその人と、その人の気持ちはどうなのって、田中さんの気持ちって分かってるのよ、分かんないです、うん。じゃあなんで離婚まで行っちゃうの、うん、いやもう、私の気持ちがこうあることが罪だから。ああ、罪っていうのは意識してるんだって。そしたら、その、美容室の人が、あ、罪は意識してんだ、みたいな、はい。黙ってりゃよくないみたいな。まだ。うんうん。まあまあまあ、形になってないわけですよ。ないからね。うん。でもそれ言っちゃうんですよ。それはね、まず、うん、そうか、と思って、まさか美容室出ないと。旦那にも言っちゃうの、まず。私、今こう。だから離婚してって。そう、でもさ、それでまた斎藤さんも面白くて、一回告白まで行ってみるみたいな。僕はあなたのこと好きだから、友坂さんのこと好きだから、ええ、まあ、ちょっと待てるよ。君が幸せになってほしい。旦那ですよ。旦那よ。結構友坂さんお花畑系なのよ、うん。自分の気持ちに暴走しちゃって、うん、でも受ける斎藤さんもちょっと変で、じゃあ言ってみるってなった後に、田中さんが花を届けに来て、うん、で友坂さんも嬉しそうだっけ、うん、好きな人来てるから、可愛いねあの顔。ただぐっと斎藤さんも家にいて。うん、ちょっとお茶飲んできましょうみたいな。お話があります。2対、夫婦対田中さん、ちょっと話があるんですけどって言って、うん、私たち離婚することになりまして、うん、田中さんびっくりして、おぉ、あ、そうなんですか。で、あ、花の契約とか本当け、ね、田中さんからしたらさ、何の話されるかわかんないから、うんうん、あ、お花の契約とか、別に気にしないで、いいですよ、僕は、お花ね、また必要な時言ってくれればみたいな。うんうん、ただいや、そうじゃなくて、友坂さん、私、夏目さんのことが好きで、ってなって、で、ちょっと曲がって、旦那さんの前でこういう、旦那さんはどうなんですか目の前にいますからね。いや、僕は、なんかその、嫁の気持ちをね、尊重したいと思っててみたいな。好きだから。で、旦那さん、だとしても、この2対1で言いますかねみたいな話をしてると、斎藤さんが、そんな、なんか、妻をバカにするな、みたいな。いや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 、僕はびっくりしててみたいな。で、でももうね、おかしいの、ね、どん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 こじれてくるんです、話が。ちょっと田中さんもさ、もうこのシチュエーションおかしいから、いや、ちょっとそれ、例えば、一対一の時に言ってもらうような話だと思うんです、僕はって言っちゃうとしたら、そっちの方が失礼だと僕は思う。で、これも一理あるんだよ。隠れてこそこそするよりは、俺の前でやることもそうだ。でもそれはおかしいんだけど。何が何だなんか変な喧嘩みたいになって。したら、友坂さん、喧嘩やめてみたいな。みたいな、まあ、それはすぐコメディパートなんだけど、でその他にもちょっと笑いそうなね、女子中学生の恋愛とかも、ちょっと、今大人が見ると笑っちゃいそうな部分もあるんだけど、うん、で、会長も笑ったり笑わなかったり、俺は笑うんだと思ったり、うん、笑うまで俺は偉くなってないと思ったり、うん、彼女たち必死だから笑いたくないなと思ったり、うん、いろんなね、この告白っていう日のシチュエーションで見れるっていう、うん、なるほど、うん、さすが今泉監督、うん、いや面白い。で、またこのタイミングで、さっきの岩井俊二監督のラストレターじゃないですけど、やっぱりなんかこう、アナログなものというか、お手紙的なものが出てくるんですよね。それがやっぱりなんか最近ちょっとなんか不思議というか、心地いいなと思いつつ、うん、やっぱり LINE とか SNS とかでやり取りできる中で、うん、あえて手紙とかっていうものがいっぱい出てくる、うん、いっぱいとか出てくるんですよ。うんうん、でその締め方もすごいいいですし、うん、終着点っていうか、あ、ここに来るんだなって。うん、それってもう機微じゃん、うん、今の話とか、恋愛とかさ。今泉さんがさ、どこで着想してんのそれって思って。俺はね、もう女子に変身できんじゃねえかと思ってる。女子はもう一回勝ってるんじゃないかって。じゃないと無理。あの温度感で、また本当出てくる子がさ、ちょうどいいのよ。みんな可愛くて。いろんなタイプの、イケてる子とか、イケてない子とか、
いろんなタイプがいてね、うん、何この神秘感みたいな。ほんとなんか、ほんともう一人ね、変身できると思う、俺、今泉さん。16歳の子と30歳の女子に変身できるじゃん。あ、それはな。そんな不思議なメルモちゃんみたいな。じゃないと、あんなの見えないよ。見えない。作れない。いや、すごい。へ、僕らその宮とかカメリさんもあるだろうしさ、女の子と恋愛話ってよくするじゃない、恋バナっつってさ、あー、人の恋バナってつまんないことも多いけどさ、うん、なんでこの今泉さんの作る恋バナこんなおもろいんだろう。確かに、ね、うん、その恋バナ勝手にやれよって思うんだけど。あ、でも聞いちゃうな、私。やっぱなんか、そう、それはかっこまげで言うと、やっぱ人間の描き方が前からかもね、それぞれにね、運動劇だからそんな長い時間描かれてないのに、あ、この子こういうタイプ、なるほどね、みたいな。そのね、理解というかね、理解させてくれるのが早いね。わかりやすく。そうなんだ。そうなんです。なるほど。こういう感じでね。ちょっとね、私まだ見れてないんですが。ぜひ、あの、会話劇はぜひ見てほしい。はい。で、多分すごい小規模で、ロケ地もすごい少ないし、花屋と、ラーメン屋と、学校と、いくつかしかなくて、すごいこじんまりとしたね、話で、こんなことになるんだみたいな。私見に行ったらすごい大スクリーンだったんですよ。でも見てて、いや、これもうちょっとちっちゃいところで見たいなって思ったりとかしました。とにかく今は、これはもう町中華で超ラーメン食いたい。これはいいですね。500円。安い。浅草の太陽。太陽。多分中華食堂太陽かな。多分太陽って中華だと思います。行きてー。ねえ、そう。こんな感じかな。ええ。うん、でもやっぱさすがでしたね。あと誰しもが多分夏目さんを好きになるっていう。田中さんが、のキャラにも、あ、今画面にエアホが出てきましたね。おー、出てます。やってますよ。田中さんのそのちょっとコメディ感、コメディアン感、コメディ上手な感じとキャラにすっごく合ってて、でもかっこいいし可愛いし。そう、可愛いがやっぱりあるんですよね。そうなの。あれやっぱりお花屋さんっていう夏目さんの人格がすごい出てて、すごい親近感とか好きな。このセット、なんでもさ、なんで花屋とラーメン屋とさ、美容室なんだろうと思って。ね、人が一応集まる場所だからかな。一個俺、全部細い棒状のものを扱うなと思ったんだけど。共通点として。麺と花の茎と髪の毛とか思ったけど、関係ないよね。だから僕は一つ苦言は、まあ、手紙のシーン、あの、神様言ったけど、手紙のシーンって難しいねと思って。手紙ってさ、手紙を映画の中でこう見せるときってさ、まあ、手紙をの文面を画面に見せながら、書いた人のモノローグ入るパターンと、受け取った人が読んで伝えるパターンと、いろいろあるじゃない。これ多分日本語の難しさで、画面に手紙出たらさ、目測で読んじゃうじゃん。読んじゃいます。まあそうですね。で、でもね、モノローグ遅いわけ。なんかすげえジレンマで。だったら文面見せなくてよ、チラッと見せて終わりの方が、ドキドキして言葉を追うなみたいな。だって俺読み終わってるから、1ページ目は。結構長く写してくれる。そう。俺読み終わってるけど、これを気持ち込めて読んでくれるのって、そのタイムラグって、俺はちょっと気持ち悪かったの。ああ、でもそれ人に売り切りですよね。画面でよかった。よ、あと、よかったけど、私追いかけられなかったです。ああ、そう、なんか手紙のシーンって難しいなと思った。とかさ、読んでる人が読み出すもあるじゃん。普通ないじゃん。なかなか。目で読むからさ、一人で、しかも一人っきりで読んでるから。でも、その読んでる人も声を出したりするんだけど、そこに何かその、映画的なダイナミックさというか、なんつうかね、手紙を読むことってすごくパーソナルなことじゃない。でも人に見せるときってね、今言った演出パターンがいくつかあると思うけど、こうやって結構むずいなと思って。独り言で意外と読んだりもしないかなと思います。そうそうそう。でも映画のスピードと、本当に手紙を読むスピードと、また画面に字が出ちゃってるから、みたいな。難しい、そのバランス。なんか、あそこが跳ねたら俺、もっと良かったなって、ちょっと思ったりしたところでは。視覚と聴覚のバランス。なるほどね。ちなみにですね、映画とは全く関係ない話ですが、日本語とか中国語が
1秒間に認識できる文章の文字量が言語としてはほぼ最多らしいのね。ああ、日本語が。要するに漢字ひらがなで構成されてる文字の方が、早いとか。認識できるスピードが速いから。だから英語とかのはさ、なんで物量が多いもんね。もう多くなっちゃうでしょ、どうしてもアルファベットが。に比べて、日本語とか中国語の方が、1秒間にね、俺聞いたことあるんだよな、7文字から9文字って言ってたかな。ぐらいは認識できるらしいのね。で、っていう、ただの、話です。口上手。だから、日本語わかんない人が読んでみたら、全然何の気にもならないと思うんだけどね。うんうんうん。目としては綺麗なんだけどな。目と、そう、絵としてすげえ綺麗。目と音のスピード感のズレって映像的にはね。なんか。まあそうですね。そこに、目の認識のスピードの話ですよ。結局、すっごく丁寧に置いてったと思う。その手紙って象徴的なものをすっごく丁寧に置いてったシーンだと思うんだけど、なんか、うん、なんかもうちょいねみたいな勝手ですよ。もう俺、ただの客なんで勝手に言わせてもらえない、うん、ただめっちゃ今ラーメン食いたいっていうそれだけでも最高だったんじゃないですかね。食べたくなくていいですね。本当におすすめ。もうあっという間に終わっちゃったのか。よかったです。100分ちょいだけど本当にすげえ。ちょっと私宮崎にね旅立つ前にね、ぜひ見てたらね、ちょっとね見て、で来週もね、メルマガがあれだもんね、通常号だもんね。はい、ちょっと候補に入れておきます。はい、じゃあここでちょっとはいお便り的なものに伝わってみましょうか。お願いいたします。質問さんが来ておりまして、ポッドキャスト時代からいつもありがとうございます。月山下郎さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今年も京都で2019年映画ベスト10を発表しに行きました。なんか会があったのかな、もこもてなんちゃら会みたいな。前回はみんなのベスト10を聞く前に寝落ちする人が続出。どんな時間だ。そんな遅くまで。でも10人ぐらいでやるからでしょ。今回は1人15分設定を区切って、でスムーズに流れていきました。なるほど。まあその後のダバなしで朝5時近くまで起きましたかと。いやー素晴らしい。いいね。暑いな。さすがやっぱ映画ね、たくさんあるの面白いからね、みんなでね、車座になってね。PS、1月末に東京に行くのですが、あれ会える？あれ ?1 月末？え、他へ。でも2月の8日ではなく1月末。そうか、そうか。期待は神保町シアターで行われる劇場版ドラえもん祭り。ほー、神保町シアター。神保町シアター、渋いな。見られそうなのはおばあちゃんの思い出などの短編作品だけど。で、今泉作品が2つとも、山陰地方公開予定ないのが寂しい。あ、そうなんですね。とね、そして、そうたもう一つ。まあ、スケバさんがどんどんくれますね。あ、ありがとうございます。そうた、はい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 。DDD さんですね。ありがとうございます。1月12日、岐阜市の映画館シネックス、映画ヒトヨ、白石和也さんと、トークイベント上映、ありました。ヒトヨは、初鑑賞、ままならない家族それぞれの人生が身に迫ってくる内容に唖然としたところでトークイベント開始。まずは今作のキャストの話から始まって、母親役の田中裕子さんのスケジュールありきで、彼女の予定が空くのを待って他のキャストを集め撮影に挑んだという話。すごい。田中裕子さん、基準なのね。でもあんな豪華兄弟が揃った。すごい。その他にも街を歩くのが好きで、撮影に付けそうなところを探してしまうとか、演出についてはクライマックスの撮影までには演出は終わってなければいけない。クライマックスではそれまでの演出や撮影の積み重ねから自然と出てくるものを撮影する。という話などが印象的でした。いや、いいですね。質問コーナーがあって、カットについて聞きました。さすが DDD さん、カット職人ですからね。カット数えてますから。一人のカット数、745。なぎまち、699。止められるか、俺たちを。740と、数えていたデータをお伝えし、監督に直接ね。さすが。人間ドラマを描く3作品のカット数が似通ったことになっているのですが、編集で意識されていることありますかと尋ねました。いやー、すごい。お答えは、作品の内容によって適切な編集カット割りというものがあります。また大事なのは、観客の皆さんの体感時間が長くならないことや、カットに対する快不快など、観客の皆さんがどう感じるかを注意しています。ただし、カット数という数で数えたことはないです。それがそうです。この内容でした。同じ監督の作品ではっきりと似通った数字が出ていたことに驚き、それを直接白石監督に
聞けたので、うん、大きな収穫でした。いやそれはね、僕までの連載からカット数カウントという形式がなくなってしまいましたが、うん、まあ僕らの連載だとね、林くんっていうのがちょっと変わりましたが、新たになりました。 DDD さんはカット数カウント引き継ぎたいなと思います。いやー、素晴らしい。 AI 崩壊なかっただろうな。他にもね、一人を10回以上鑑賞している方の質問とかもあって、すごい、映画好きが集まり満席の劇場は熱気が満タンでしたと、うん、AI 崩壊では入江監督にぜひシネックスへご来場いただき、地方の映画好きの熱を感じていただきたいです。併設のロイヤル劇場では昭和の名作を上映しています。いいですね。はい、そうですか。DDD さんもう一通ね、はい、ポッドキャストが YouTube に移行されまして、はい、DDD さんで勝手に読書賞っていうね、あ、そうなんですよ、メルマガに合わせた賞を送ってくれてますと、はい、やっていただいて、で、うん、メルマガ MVP がなくなっていたと、はい、YouTube なんてなくなっちゃいましたね、はい、僕らが編集長が決めるやつね、はい、で、一応20年も投稿を続けますが、そのあたりは2月のイベントで話せたらと思います。はい、一応257号。ええ、これ一週前かな？そうですね、はい。の読書賞は、入江監督マルチストーリー。うん。入江監督のネット配信との向き合い方ね。そうですね。ネットフリックスだからね。また作中に流れる時間経過と映画館で経験する時間経過がこうするような内容も興味深かった。うん、時点は林さんのロングショット、僕と彼女のありえない恋。うん。カット数がなくなったというのは、とんでもないニュースです。あの、カットを数えてる身からすれば。一方で、カット数えというボトルネックがなくなって、映画を広々と演出されてる感じもします。うん。うん、そうなんですよ。林先生はね、1月からは、コメディ映画のカットに注目するっていうね、はい、コメディカットに恋してるだっけ、はい、っていうね、連載に変わったのでね、はいはいはい、で、もう一つね、ロンペさんから、はい、立花ロンペさんからメロン感想、はい、イオンシネマシアスタ調布で見ました、はい、まさに今泉力也作品という感じ、とても楽しめました、はい、ライトな作風ながら今回は思いを伝えることについて描いたと思います。あ、同時に伝えられないことも描いていて、この描き方も描き方もまたいいと、うん、様々な思いを伝える場面を描き、時には斉藤陽一郎、友坂理恵演じる青木夫妻のようなちょっと普通じゃない人物も出しつつ、うん、それでもそれぞれの人物の行動言動のロジックが分かり、常に肯定的に描いているのがとても誠実でしたと、うん、会話書きの面白さは見ていて気持ちがいいぐらいで、学校の屋上での会話、まあ、中学生の女子がね、恋愛トークするんですよ、うん、学校の屋上で、うん、絶対言わないと、先輩が断言するのを絶対言わないと、疑問系に、聞き誤るところとか、うん、っていうのはすごいレベルだなと思いました、うん、どんな感じかな、後輩の女の子と先輩の女の子がいて、うん、先輩の女の子がすごい かっこいいから女子にもモテてる、うん、で後輩の女の子はその先輩も好きなの、中学生ってあるじゃん、うん、まあね、あるんですね。でその先輩が、私告白したいなみたいな、うん、告白しようかなみたいな、うん、あ、違う、後輩が先輩は告白しないんですかって聞くのか、うんうんうん、したら、先輩が絶対言わない絶対言わないって軽く言うのかな、したら後輩は、うん、絶対言わないから教えてくれるのかなって思う。あ、なるほどね。いやいや、違う、私は絶対言わないよ、うん、まあ、好きな人の話かな、好きな人いるのか、うん、そうです、いるのか、好きな人いるのかなって絶対言わない、先輩いるんですかって、あの辺のね、機微がね、あ、なるほどね、すごい、好きな人いるって聞かれて、うん、答えとして、うん、絶対言わない絶対言わない絶対言わないと、うん、絶対言わないは、うん、間違えるって言う、なんかこの子もすごいって、で、このひろみ先輩っていうのは、うん、おかっぱのね、もうすっげー俺もタイプな子なんだけど、うん、バスケ部ですぐ多分上手だったの、うん、あぐらかいてスカートご飯食べるところ最高ってロンペ先生、そう、スカートから足が出ちゃってるのにあぐらをかいて、それ女子しかいないから、うん、あぐらをかいて弁当食べるの、ほ、うんと今泉監督どこでそういうの思いついたあれなんか多分女子あるあるだし、全然あるある、僕らもどっかで見たことある気がするじゃん、うん、見たいと思う、今泉監督が女子校を通ってたんだ、通ってた可能性すらそんなバカでね、会話劇の面白さだけじゃなく、終盤のラーメン屋さんの場面などでは説明的なセリフを極力なくして、想像の余地を残すぐらいのバランスで描かれているとも感じました。このバランスがとても素晴らしかったです、うん、見終わってとても気持ちのいい作品でしたと、うん、PS 年末のモテてみに林先生のお勧めしたブラブラブラがベルマガ連載で取り上げられて、あ、そうでしたね、この間見ました、最高、いいらしいね、うぃ、そしてね、そんなロンペンさんから不相たまります、はい、いよいよ AI 崩壊の公開近づいてます、はい、1月31日にはバッドボーイズ、
17年ぶりの新作、はい、バッドボーイズ、ね、フォーライフもあると、はい、あー、はい、ウィル・スミス、yes. そうね、それを記念して立川シネマシティではバッドボーイズ1作目のリバイバル上映ある。しかも屋上爆音上映でなく極上音響上映、より音楽に特化した極音上映で、なるほどね、そうだよ、シャイガイが流れるから、バッドボーイズエンドロールで、あと2パックの曲も流れるから、これが堪能できそうだ、これはいいですね、かっこいい、ね、俺たちのマイケル・ベイの監督デビュー作をぜひ劇場で、あれ、そうか、あれデビュー作、あれデビュー作だったのか、そうなの、1作目が、そうなのか、バッボーイ、バッボーイズ、ほんと、バチゴラドゥーつって。ほんとね、どうかしてるマイケル・ベイのスタート地点。なるほどね。あ、1995年が、バッドボーイズデビュー。そうなんすね。次の年ね、もうザ・ロック撮ってる。そして次の次の年ね、もうアルマゲドン撮ってる。そうそう。ヤンド・ベイはノリノリですからね。本当に。いいんですよ。油乗ってる。いいですね。あ、でも、シャイガイとツーパック聞きたいわ。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。そんな感じかな。はい。じゃあ、来週の映画を決めてから、ちょっとダバなし、しながら締めましょうか。はい、来週っていうか、なんか来週、さらに次回の、次回なので、はい、だからもう、サイコロを振る必要ないんじゃないですか。崩壊です。はい、すいません、リクエストのお便り何通かいただいておりますが、すいません、2月の、10日前後に、はい、収録する。まあ、早めに撮ってもいいけどね、まあ、これは。これはもうね。ビッグ横にあるんで。そうそうそう。これはちょっとね、AI 崩壊で。はい。いきましょう。これは何や、はい、何やなくとも AI 崩壊ですよ。AI 崩壊で。で、一応それに合わせて、みんなのディグっていう、映画に似たよったテーマで、こんな映画もありますよっていう、ディグというね、テーマを決めていきますけれども、AI 崩壊何ですか？ただ今週人工知能映画ディグだったんですよね。そうですね。特別編でね。あ、はい。何にしようかな。それは立ち話の方でちょっと発表しますか。はい、なんすかね、逃走やりましたもんね。その、なんかあれ、逃走劇映画ってやったことあるっけ？やりました。やった気がする。私、エニミオブアメリカやった。あ、そっかそっか。AI 崩壊、何？俺見てないからさ、カメラさん何？近未来映画ディグムなんかやった気がするし、全然違うもんでもいいんだけどね。大沢たかおさん。天才科学者。天才もやった。天才も、まあ、やってんのもいいんだけど。天才科学者。日本の中年映画。おぉ。中年主演映画。ああ、日本の中年主演映画。こんないい中年主演映画あります。でも大沢さんって中年っていう感じ。でもあのぐらいの年の人なんていうの、中年だよね。まあ。でもかっこいいじゃないですか。かっこいいからね、中年だから。でもさ、かっこいい中年映画もあれば、かっこ悪い中年映画も、いい中年映画もあるじゃないですか。天然生活出ちゃいそう。天然生活も出ていいでしょうし。あれかっこいい、あれかっこいい。あと、多分昔はもっとあったでしょう。あ、まあそうですね。で、難しいのが、昔この人中年だなと思ってた時、実は撮影時30代とか全然あるんだよ。あ、まあそう。貫禄がありすぎるだけっていう。中年違うか、何でしょうかな。でも、日本の SF 映画ディグ。あー、そうですか。あー、いいんじゃない？広めでいいもんね。じゃあ、日本の SF 映画ディグ。ええ。うん。これ、新旧いっぱいありそうだし。はい。これでこんな SF 映画面白いのありましたっていうの。で、やっぱりほら、AI 崩壊がね。うん。日本の SF 映画の、ね、こう、どこの、位置にというかね。どういう、この、ジャンルとしての評価を、これから受けていくのかっていうのはね、楽しみですから。うん。うん。それで行きましょう。はい。日本の SF 映画ディグで。はい。一応ね、お題で次回のモテムービー。あ、一つね、すいません、読み漏れありました。はい。あ、次回のお題映画に、また今泉監督でヒズやってくださいとか。おー、ありましたが、すいません、それはちょっとスルーさせて。スルータイミング。いただきます。すいませんね。ヒズも見ます。はい。こんな感じかな、お題映画。はい。ちょっとね、YouTube に落ちて僕らも勝手がわからないままやってしまってすみませんけれども。はい。じゃあ、こんな感じで、次回。はい。ただ2月の頭、ちょっと2週間開けずに撮っちゃうかもね。うん。ちょっと不適ですけど。はい。AI 崩壊。はい。僕らラジオでも原作、原稿でも語って、イベントでも語る。大変。すごい。小牧根くんね、あ、小牧根くん来れないか。あ、そう、私は宮崎に行ってしまいますので。亀井里か。そしたらもしかして別企画になるかもなぁ。
特別編的な感じですかね。なんか一応公開日に集まれたら集まろうみたいな話をね、うん、してるんで、そっちで代用しちゃうかもしれませんけどね、うん、ちょっとおいおい情報出し、はい、僕らのモテるための映画晴天メルマガ、母体ですね、毎週水曜日、そして木曜日配信していますので、見てください。この僕まで YouTube も基本各週で新作映画を語りつつ、公開してきます。はい。で、その各週の間では、古いポッドキャストを、勝手にささっと上げて、はい、先週クリーピー上げてみました。おー、懐かしい。なんかクリーピー上げてみたりしてみましたね。ちょっとパラサイト感があるんで。おー、うん、パラサイトね、ポンジのパラサイト、ちょっと。アカデミー賞作品賞の見れますからね。すごい。家の不穏な感じがちょっとパラサイトがあるなって、上げてみましたけど、はい。はいはい。そんな感じで。なんか話しますか？じゃあ最後映画何本か、最近見た。いや、それはもうでもあれですよ。ガチ話、うん。そう、それはもう、読者決定。ちょうどね。俺、パラサイト見たんですよ、やっと。あ、わかりました。はい。そう、だからね、今週はあれですよ。来週になったらね、やっぱり僕らしばらく AI 公開、はい、ね、まっしぐら、一直線になっちゃいますから。あ、だから結構片付けた。俺、ロングショットも見た。ありがとう、いいですよね。ロングショットも見たし、家族を思うときも見た、ね。いいな、そう見てたよね。で、あとね、ジョジョラビット見た。リチャード・ジュエル見た。見た。だから、ね、その辺のね、はい、こと。で、まあまあ、あと、パラサイトは全員見てるね。だ今年のアカデミーのね、うん、こととかも、ちょっとガチ話でね、話しましょうよ。ちょっと枕だけ、もったいぶって話してもいいよ。じゃあ、どれの話、どれの話でしょ。みんな見てるパラサイトはどこでした？パラサイトどうでした？パラサイトはね、俺、見終わった後に、いろいろ見たら、ポンジュの監督が書いた絵コンテがね、いくつか、ウェブ上で、記事で出てて、で、それ見るとね、やっぱり設計がすげえなと思って。漫画、もう漫画みたいになってるやつね。そう、めちゃうまいんですよ。やっぱ絵が。で、特にね、家、双方の家のね、撮り方と美術がね、まあ、素晴らしい。あと、あれ全部美術なんですよね。ロケというか、外じゃなくて、作ったじゃないと、あんな都合のいいさ、そうよ。机のデカさとかないぞ。あの地下なんてないもん。あの一枚窓とか、そうよね。あとに、引きの時の、豪邸の引きの時の絵とかのね、絵作りとかね、まあ、やっぱすごいね。そうね。検索者に出てくるんですか？なんかね、そうそう。なんかあって。手書きのやつ。あ、そう、俺嫁と行きまして、だから本当誰と言ってもサスペンスとして、エンタメとして、うん、すごく載せられるから、うん、全然いいよね、うん、面白くて、うん、で、まあ、一応なんかその社会の縮図もあるけど、そこまで思いは馳せても馳せなくてもどっちでもいいかなっていうバランスにしてると思う、ちょっと余地がある感じはします。あと結構ね、誰が退場していくか、うん、誰が誰を退場させるか、うん、もね、疑問に思いつつも整理するとすげえ理にかなったりもする。そう、うん、なんかね、そんなに俺後味良くないんだけど、実は良くないっていうか、まあ、そうですね、でも、ほら、ポンジュロといえばね、なんだこれ、どう思っていいんだっていうラスト多いじゃないですか、やっぱ。そうね。お母さん踊ってたじゃん。そうそうそう。ああいうすげえ方が好き。カード照明でね、とか。でもこれほんとさ、やっぱ話題作だけあって、いろんな人がもう語ってるじゃない。まあそうです。もちろん入江監督も原稿書いたし、読んだ時も喋ったし、佐藤慶次郎画伯も喋ったしさ。まあ、いろんな意見が出ること自体がもうすげえな。超話題作。アカデミー賞本体にノミネート。外国詰めてて、外国映画賞じゃない。で、一方でね、もう一層作品ね、アカデミーの作品賞にノミネートされてジョジョラビットもう見てきて、見た人楽しみに行く。はい、フォード見たんですもん。フォードバスケから見たんですもんね。そっち見たんですもん。そっち見てない。今のうちに片付けていかないといけない。そうそうそう、もう大変。あれもね、そう、よかった。ジョジョラビットはでも、俺、さっきちらっと、あと、シュウさん、連載でもね、書いてましたけど、俺、結構逆っていうか、あ、ほんと？いや、俺、めちゃくちゃ良かったんですよ、マジで。ジョジョラビット。パラサイトより全然、良かった、いいなと思って。俺、ジョジョラビット、小牧根くんと三沢慎吾を例えに出して書いてます。
あ、で、書いてました。身近。身近。俺ね、でもどっちかっていうとね、怖さの方が。あ、なるほどね。ね、うん。戦争ものですもんね。戦争ものって言って、いや、戦争ものっていうかね、あのね、非常に、非常に複雑な構造なのよ。で、いろんな前提を踏まえた上で、それを可愛くとか、面白くとか、ギャグっぽくとか、あと、めちゃめちゃおしゃれにやってるのが、その前提にあるものっていうのを、まあ、ある程度さ、歴史のことだったり、戦争の第二次世界大戦中のドイツの話だから、で、知ってる上で見るわけじゃん、こっちは。一応。そうするとね、その、大元にある怖さみたいなのが、どんどんね、なんていうのかな、非常に、その、いろんな皮を被ってるから、はい、だいなんて、この、視野見じゃないけど、うん、真正面は面白いことやってくれてんだけど、うん、視野の外れで、外れでね。あ、で、一応、あ、この映画は、うん、見なくていいにしてくれてるけど、うん、いやいや、まあ、見えちゃってるよねっていう、じわじわ、うん、でも顔向けたくないけどっていうバランスが、超うまい。なんです、だから、すっげえ誠実だし、うん、めちゃめちゃ優しいよね。うん、ある意味、その伝え方としては。うん、でもその優しさは、優しさの裏にある怖さは、絶対に拭えてないし、うん、拭わないにしてる。うん、そこも私立があるし。そう、それはやっぱね、YTT 監督。うん、で、それがなぜかっていうのはね、パンフレットに結構書いてあって、パンフレットめちゃくちゃ良かったの。だから、じゃあ、その辺のこともね、ガチ話で。ガチ話で、はい。ね。これはすいません、メルマ読者さんだけ聞ける、ネタバレありつつの話になりますので。はい、でも、俺、ほんと一番見たいのリチャード・ジュエルだもんね。見たいー。あのね、リチャード・ジュエル。あの太っちょ最高だもんね。リチャード・ジュエルも良かったですよ、ほんと。ライトーニャの時のあいつが大好きすぎて。多分、あれで、キャスティングに名前が上がったみたいで。だよね。あんな最悪なやついるっていう、ライトーニャの時。あのね、リチャード・ジュエルは、やっぱり、その、イーストウッド監督のね、ほら、井手監督も言ってるじゃないですか。なんか、水みたいな。もう、精錬する。そうそうそう。っていうのがね、今回もやっぱすごくて。あ、そう。今回の方がなんかもう少しテンポ感ありそうな題材だなと思ったけど、よく見ると。あ、まあまあそうなんだ。運び合いより。よりは、まあまあそうなんだ。事件のね、実際の事件の話だし、そうなんですけどね。なんですかね、もう、本当に、何の癖もないわけ。はあ、ただただ、映画を見るっていう時間。なんて言ったらいいんだろう。絶対これ間違ってるかもしれないけど、うん、料理をね、極めてって、超高い懐石料理になったりさ、フランス料理になったり、ちっちゃいお皿でさ、とかじゃなくてさ、町の蕎麦屋がさ、超詰めてったらさ、何この超うまいの。ああ、でも、でも、本当そういうことなんだ。なんか、だから、いい素材とか価値を上げるんじゃなくて、もう、大衆的なものを突き詰めて、突き詰めていって、なんか、神々しくなってるのが、イーストウッドの感じするよね。そうなんですよね。だから、いい例え。本当そういうことだと思うんですよ。職人での行き着く先って目つぶってもぐもぐしてもうまいし、やべって言ってもいいみたいな。だってそれは600円の盛りそばだからみたいな、そのなんか凄さが、そうだから、なんていうの、合気道の達人みたいな感じね。そう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 、UFC とかじゃなくて、そうそうそう、あくまで道だから。でも道が一番やばいよっていう。そんな話は、はい、っていう感じをね、ガチバラして。すみません、読者様限定のガチバラしでね。YouTube ね、これ始めたばっかなんで、コメント多少くれたりしていただいてありがとうございます。ありがとうございます。お気軽に書いてください。で、ポッドキャストから飛んできてくれる方などもいたりして。はい。で、ポッドキャストも続けてくださいみたいな意見もあるんですけど、ちょっと今とも YouTube は、で、続けたいと思いますので、チェックしてくださいと。あと、こんな話をしてとか、もう少しコーナーっぽいのあってもいいかなと思ったんです。ああ、そうですね。タイムズが今週の映画ニュースとか、最近の映画ニュースとか、単純に振り返ってもね、いいかなと思ったりしますので、ちょっと、試行錯誤しながら続けていきますので、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。